疲れ様でした。お疲れ様でした。惜しくも敗れてしまったんですけど、はい、今日はどういった試合でやっていこうと思います。そうですね、まあ、3連勝を目標にしてたんで、今日の試合をちょっと落としてしまったのは、まあ、ちょっと残念かなって思いますけど、まあ、トータル3戦で見て2勝1敗で勝ち越せたっていうことは結構大きいと思います。それに関しては、まあ、2つ取れたんで、まあ、3つ取って、まあ、新年を迎えたいなっていう気持ちもあったし、まあ、あと、まあ、ここで勝っておくとは、まあ、後々楽になるかなっていうところもあったんで、まあ、今日勝てなくてすごく楽しいです。まあ、年を明けて来年は、韓国、中国、八戸と遠征がずっと続くんですけど、はい、それに向けて一言お願いします。まあ、1月が本当うちのチームにとっても山だと思うんで、まあ、そこである程度いい結果を残せば、あのプレーオフも見えてくると思うんで、まあ、ここでちょっとゆっくり休んで、1月をまあいい状態で乗り越えたいなと思います。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。良いお年を。良いお年を。